リクベースボールチャンネルのリクトです。めちゃくちゃかっこいいですよね、これ。そうなんですよね。はい、ピンクの薬指にマーゴールで、ブラックにゴールドの、僕が欲しかったんですよ。めっちゃ欲しくて。はい、どうも、クレジピーでーす。はい、本日は、周南市に来ました。そうですね、久々ですね。ということで、はい、こいつがいます。こいつです。はい。リクベースボールチャンネルのリクトです。あ、久しぶりの挨拶聞いた、ね、何ヶ月ぶり約2、3ヶ月ぶりか、もう2ヶ月ぶりぐらいになりますね。撮影自体はそうですね。で、ちょっと今休止してるんですけど、そうですね、クレイジーピーのチャンネルにて復活ということで、休止してる間にもね、グローブが増えとった。そうなんですよね、グローブちょくちょく増やしてて増やしてたもんね、はい、そのグローブをね、3つぐらい紹介してもらおうかなと思って、はい、持ってきてもらったので、はい、早速紹介してもらいましょう、はい、では始めていきましょう。せーの、お願いします。ということで、はい、リクト君、まず一つ目、何がいいですか？マーゴから。あ、マーゴね。こちらですね。おぉ、出たマーゴです。これはキャメルにグレー、めちゃくちゃかっこいいですよね、これ。そうなんですよね。で、片側はね、これ I01 のオーダーになるんで、のちょっと大きいやつ。今、既製品ではない。そうですね、既製品の1センチアップとか、そうです、そうです、そうです。かなりちょっと大きめのマーゴにはなってるんですけど、はい、これ実際使ってみてどうでした？まず第一印象はやっぱ大きいなって。あ、なるほどね。でもしっかりバスケットウェブのなのもあって深くもできて、でもこっちが広く使えれるので、まあ自分の好きな方で使えてるかなっていう。そうですね、結構丸みを帯びさしましたね、今回の形。結構取りやすいように、サード行くことが増えたんかな。そうですね、サード行くようになってからこう丸みを帯びるようなグローブがいいなって思い出して、うん、だから俺が丸くしてる意味がだんだん分かりました。そういうことですね。はい、はい、続いていきましょう。はい、次はこちらですね。あ、次もマーゴですね。はい、オーダーのマーゴですね。これがネイビーグレーですね。ネイビーグレーです。似てる配色どっかにあったかもしれんな。ありますね。まあ一緒に作ったからね。そうですね、まあ、あれなんですけど、はい、ピンクの薬指にマーゴ、はい、でブラックにゴールドの内でマーゴですね。型番が T、うん、I の型に比べては浅い、どちらかといえばショートでこれは使おうかなと思ってるので。指またありっていうことですね。こっちがありで、 あっちがなしなんですね。 あっちがなしです。結構いいっすよね、これ。かっこいい、かっこいいよね。ツヤ感もいいですし、こうやって何回か使っていくうちに T と I の違いってなんかありますか？やっぱ深さが違うなって。 T の方は結構握り替え重視の人にはおすすめ、うん、なるほど。でサイズ感も結構ちょうどよくて、でもウェブ下は深くなるので使い分けがしっかりしやすいというか。 I と T、 僕もオーダーさんで、はい、僕は T 派なんですよ。自分は I 派です。ですね、はい。また何ヶ月後使用レビューとかで撮らせてもらいます。はい、よろしくお願いします。ぜひぜひ。で最後のグローブになります、はい、最後はどちらでしょうか？出た、こちらの GS になります。出たよ、出たよ、オニサード型です。これね、僕が欲しかったんですよ、マジで。自分も欲しかったんですよね。めっちゃ欲しくて、売れましたって言われて、はい、リクト君送りますって LINE があるんよ。お前かいっつって。自分だったんですよね。手のひら見てください、これピンクなんですよ。綺麗ですね、めちゃくちゃいい。で、さっきはめさせてもらったんですけど、はい、しっかり縦で使えるし、サードには持ってこい。ホットコーナーを守るのに最強のグローブ。めちゃくちゃいいです。はい、ちなみに自分ショートとかでも使ってるんですけど、結構握り替えもしやすくて、これはもうエースグラブといって過言ではないですか。今の現時点ではエースグラブ、これですね。贅沢な悩みですよ、マーゴと GS と比べると。そうそうそう、めちゃくちゃいいグローブばっかなんで、はい、いいグローブっていうのは間違いないですけど、今は GS を使われているっていうことですね。ありがとうございます、はい、今使っててもうこれは、もともと自分は結構横っていうかひねり系で使ってたんで、うん、今回初めて縦ね、ガッツリ掴んだかね。そうです、うん、こう使ってて違和感が全然なくて。リクト君実は GS オーダーしてます。オーダーしてます。はい、オーダーしてます。だからそのね、オーダーが上がってきてもまたリクトにしようかなと思って。それができたら皆さん楽しみにしておいてください、はい、ということで以上3つ紹介してもらいました、はい、ということで以上になります、はい、僕のチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。リクトのチャンネル概要欄貼ってますので、そちらもお願いします。で、お互いのインスタグラムとかも、ね、概要欄貼ってますので、そちらも登録もよろしくお願いします。お願いします。ではいつものやっていきましょう。せーの、あざした、バイバイ、バイバイ。